みなさんこんにちは、ダディチャンネルのマミーです。はい、今日はですね、シンシナティのダウンタウンにやってきました。こちら、オープンしたばっかりの新しいお店なんですけれども、パリッシュバゲットっていうね、パンとケーキで売ってるお店になります。それでは中に入っていきたいと思います。レッツゴー。お店の中に入ってきましたけど、もう終始目がハートでございますここは日本ですかっていうぐらいの、本当に日本のパン屋さんに売ってそうなね、お惣菜のパンがたくさんあるんですよ。見てください、ドーナツ、それからレーズンのやつだったり、このタルトね、ペーストリーにベリーの乗ったやつとか、あとはクロワッサン、ストロベリーのとか、チェリーグリークヨーグルトデニッシュ、この辺も美味しそうですね。なんかね、ヒートして食べた方が美味しそうなやつは、このシェフリコメンズヒーティットって言ってね、この赤いマークが入ってるやつなんですけど、こんなやつだったりとか、すごいね、種類がたくさんあるんですよ。もう迷っちゃいますね、これ。アップルパイ、アーモンドクロワッサン、これほんとね、ミニサイズ、一口サイズなんですけどね、フルーツバイトね、こんな種類がたくさんあってね、もうどれも美味しそうなんですよ。これなんかポンデリングみたいなやつですね、シュガーもちドーナツね、コーヒーバーンとか、すごいいろんな種類がありますね。これね、美味しそうなんですよね。うちの息子ちゃん多分好きだと思う、ハッシュブラウンブレッド、中にね、ハッシュブラウンが入ってるんですよね、美味しそう。で、こちらソーセージブレッド、いやー、やばいやばい、テンション上がります美味しそう。デニッシュとかもなんかいっぱいあるし、このフランクも美味しそうだし、そして食パンとかね、フランスパンも売ってて、ちょこっとしたなんかチーズケーキだったりとかあって、上にはロールケーキもね、マカロンで飲み物で、こちらね、シンシナティのダウンタウンにあるので、ちょっとね、こうやって食べるとこもあります。サラがあったがあったりしますね。そしてこちら真ん中にもずらーっと並んでるんですけど、これちょっと見ていきましょうか。バタークリーム、バニラクリーム、エッグタルト、それからパイナップルのペーストリーとか、これはアンパンですね。これはチョコレートクリームブレッド。一個ずつね、ちゃんと名前と値段も書いてくれてるので、すごく分かりやすいです。スティッキーミルクバンズ、チョコレートクロワッサンとかね、チーズタルト、これも美味しそう。ストロベリー餅ドーナツですね。いや、もうなんか全種類1個ずつ食べたいバッフェに来た気分、バッフェじゃないですけどもう日本ですね。店内もね、結構広い感じで、あちらにね、ケーキもあるんです。ちょっと後で行きますね、ケーキも、ね、こちらおしゃれなね、ピザのカプレッセとかね、すごいこれも美味しそう。ロースティッドレッドペッパートマトピザ、本当どれも美味しそうで、やばいですね、やばいやばいやばい。これクラブミートのコロッケとか、カレーコロッケ、すごい美味しそう。で、こちらがね、ケーキなんですよ。もう日本ですよ、日本もうなんかね、飾り感も素敵すぎる。わー、美味しそう。ちょっとね、お値段がね、ケーキはちょっと高いかなーっていう気はね、するんですけど、まあこんなんね、買えないのでね、ここでもう買えるようになっただけでもありがたいですね。すごいです。こんな感じで1ピースずつ
ね、買うこともできますし、そしてこちらがね、ホールケーキです。で、あのもうすぐね、バレンタインっていうこともあって、あのホールケーキでね、売ってますけれども、こんな感じでね、ちょっとお値段はねしますけど、まあ綺麗な、そう、これなんかめっちゃ可愛いスノーバニーケーキ可愛いです。抹茶ストロベリーとか超贅沢ですね。すごい、ブルーベリーとかティラミス、モカケーキとかもねありますけれども、すごい美味しそうですね。で、こちら、サンドイッチねもオーダーできて、飲み物もね、後ろメニューがありますけれども、でこうね、後ろでランチする場所もあります。ちょっとしたね、持って帰るようなね、こんななんか可愛いベアちゃん、マフィンかな、もうね売ってますけれどもね、美味しそうですね。すごい、お兄さんが今ナッペされてますけど、綺麗ですね。私もこんな綺麗にナッペできたらいいな。はい、今購入を終えましたけれども、こんなね、素敵な箱にいっぱい詰めてくださいました。で、その他もね、こんな感じで袋に一つずつ入れてくださってたりしてますけれどもね、たくさん買っちゃいました。そして今からちょっと1個ね、ランチにお友達と食べたいと思います。いただきます。はい、ということで、今からランチいただきたいと思います。あの中で今日の私の選んだこちら、カニのね、クリームが入ったカニコロッケでございます。すごい、やっぱりこういうパン作るのすごい大変で、皆さんもご存知かもしれませんけど、作ったら爆発するとかね、いろんな失敗があると思うんですけど、なかなか食べれないんでね、カロリー高いのは分かってますけども、諦めて今日はいただきたいと思います。いただきます。ここで食べるので温めてくださいました。もうあのフォーク刺したら穴開いちゃいましたけど、手で食べちゃいます。おいしい、なんか二人の味、皆さん見てください、なんかね、人参とかピーマンとかね、野菜もいっぱい入ってて、カニの味もすごいしっかりするし、すごい美味しい。なんかもっと想像してたのはクリームだから、ドロッとするかなと思ったけど、なんかそんなんじゃなくて、こうちょっとずしっとカニのお野菜が中に詰まった感じの、あのパンなんで、ちょっと空いてるんですけど、すごいおしゃれなんです。美味しいです。はい、ということでね、まあ、今ねパンは食べ終わって、次はデザートタイムでございます。実は私、あの今月ねお誕生日なので、お友達がなんと買ってくださいました。ありがとうございます。でね、私の選んだチーズケーキなんですけどね、皆さん見てください。こちらのね、お店の名前が入ってるチョコレートなんですよね。すごく可愛い。もうね、持った感じもうプルプルしてるんですよ。これ絶対ね、美味しいやつですよ食べる前からね、もうやばいです。いただきます。美味しそう。あのチーズケーキってね、いろんなチーズケーキあると思うんですけど、こちらはあのしっとりプラスふわふわ系の、ベイクド、チーズケーキですね。もう日本なんですよ、日本美味しい、最高ですね。ちょっとね、お友達のも食べていただいちゃいます。こちらは、普通の、ね、ストロベリーのショートケーキですけれども、見えますか、こっち側からキャンディキャンの、ね、このね、ホワイトチョコレートがね、上に乗ってるんですよね。すごい綺麗に、さっきね、お兄さんがね、ナッペされてましたけれどもね、生クリーム。いただきます。
あ、もうこれもね、ふわふわの間違いなしですよし、一瞬にしてスポンジが口の中から消えてしまう悲しい現実です。もっと口の中に置いておきたいぐらいです。甘さが控えめで、もう日本の甘さですね、これは。ふわふわ。もう最高ですね。もうここに住みたいぐらいですね。いや、本当にもっと近かったらね、いっぱい行きたいんですけど、ここね、ダウンタウンもすごいんですよ。なのでね、まあちょっと特別な時にね、またぜひ絶対に連日で帰ってきたいと思います。ということで、シンシナティにお住まいの皆さん、ぜひ行ってみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画がいいなと思って、ぜひいいねのボタンとコメントお願いします。ラディーチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。バイバーイ。